ネチネチしてるから。そんなことやったらいつまでたっても順番来ないぞ。世の中綺麗事だけじゃないぜ。サカちゃんって蛙化現象なったことある？なんすかそれ。あ、実況してる時とかすんごいピエロみたいなやられた方した時に座椅子ごと後ろに倒れて、そのカエルがみたいな仰向けで倒れてることはよくある。つーかこの前も PUBG だかでやった、それ溺死した時とかバーって言ってそのまんま後ろに倒れて両手両足が M 字開脚みたいになってるやつ、あれやったって。足は M 字、両手は逆 M 字みたいになってるやつ、それはやった。それをカエル化現象というのであれば結構な頻度でやってるね。わーや、違うの？あ、違う。それ、じゃあ何？カエル化現象って、カエル化現象ってなんだ。あ、それは違うんだ。それただのカエルのコスプレか。 M 字開脚する必要ある？なんだろう、癖になっちゃって。いや、あの、家狭いから。あと、長机の下にいつも足あぐらかいてやってるから、それしか、あぐらのポーズでそのまま後ろに倒れると M 字開脚になるのさ、わかるでしょ？家狭いからさ、そうやってあぐらかいてさ、足収容してるまま後ろに倒れるとそういうポーズになるじゃん。家狭いんだよ。後ろもすぐ壁なんだよ。三畳間だから僕の部屋。狭い狭い。好きになられたら嫌いになっちゃうやつだって。何わけわかんないこと言ってんの。はぁ、蛙化現象とは他人に好意を寄せられると嫌悪感を抱いてしまう心理。何ずずしいこと言ってんの、贅沢なこと言ってんの。はぁ。他人に好きになられたらそっけなくなっちゃうってことを蛙化現象って言ってんの。何を贅沢ほざいてんだよ。そんな選べる権利ないこっちの身になってみろってな。めんどくせえ。そんな好意寄せられてないからわかんないってな。なんでカエルなんだろうね。カエルは何、優しくするとそっけなくなるんだ、どっかピョーンって飛ぶんだ。自分の評価が低いからそんな自分のことを好きになるなんてありえないと思ってしまうことの反一発から来るの。まあ、ファッションメンヘラみたいなね。イラッときてるよね。僕そういう発言するときは。ちょっとイラッときたね、今。カチンときましたね。好意は寄せられてるけど、いや、僕なんてダメな人間だから。好かれる立場じゃないんだってやるんだろ。カチンときたわ、今。ピキッときた。僕なんてああああ連撃顔に入ったね、今僕。そいつに対して。ダメだチラ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 。僕なんて好かれる人間じゃないんだ！うわぁ！うわぁ！すごいすごい！今12ラウンド戦えるわ、僕。すまん、今ならやれる。12ラウンドフルで戦えるわ。間のインターバルの椅子座らなくていける。スーパー戦えるよ、今。ストロー級でやれるわ今。それをカエル現象って言うんだ。